皆さん、こんにちは。今日はドールムービー撮影での気になる部分をいくつか紹介したいと思います。物音や瞬きの秘密などお見せしちゃいます。まずはこちら、入浴シーンに使われているお風呂についてご覧ください。浴槽は陶器でできています。浴槽には実際に水を入れます。そして水を入れた後、入浴剤を入れています。これで湯船の完成です。いかがでしたか？いろいろな色の入浴剤を入れたくなります。さて、次は物音についてです。落としちゃった。どんな風に物音を入れてるのか一部をご紹介します。ご覧ください。これはバッグの物音です。実際のものを使って音をとっています。お皿も実際のものを使い、タイミングを合わせて音をとっていきます。コップに水を注ぐ音、ちょっと入れすぎちゃいました。物音も取るのに時間がかかりそうですね。さて、次は視聴者の方から一番質問が多い瞬きの秘密についてです。どんな風に瞬きをしているのか早速見てみましょう。瞬きさせるドールは、同じドールを2体使って瞬きをさせています。2体で1体分の役割なので、同じ服も2着ずつ用意しています。2体の同じドール、1体だけ眠り目にペイントしています。同じ服を着せた2体のドール、目をつむったものと目を開けたものを交互に使って撮影していきます。同じ場所に座らせるのはとても難しいですが、順番ずつ撮影していくことで瞬きをさせることができます。そういう秘密だったんですね。ちなみに私は瞬きできません。ムービー撮影時にはインスタグラムで撮影途中の写真などを載せています。そちらもぜひご覧くださいね。次回のドールムービーは1月中に公開予定です。楽しみにしててくださいね。それではまた。